YouTube 撮るって言ったっけ。遅くね、酒飲んじゃったけど、いい？撮りますよって言ってね、まず最初にね、俺の予定も何も決めてないのに撮ります、今から行きますと。本当だよ、おかしいやね。本当そういうとこだぞ、ちゃんとしよう。まあ許してやろう。こんなんで許すと思ってんの？乾杯。でも半分ぐらいかな。まず一つ目、渋谷のセルリアンタワーベロビストがおすすめするまず一つです。ここは地上40階の高層階のバーで、箱も広くて、行くと生演奏だったりとか、カウンターもあったりテーブル席もあったりとか、利用目的は大体デートとかの方が多いのかなっていうのがあるんですけど、まあ自分が使うってなったら大体女の子できますね。ボストークさんは隠れ家的な内装をしていて、なんなら入り口がわからないぐらい。セルリアンタワーはやっぱりホテルなんで、やっぱりホテルっていうまあこのホテルっていう、ダメだ、もう酔っ払って頭が回んない。もう一杯いただきます。で、ホテルっていうところが担保されてるから割と入りやすいルールになってます。で、地上40階なんで、まあ、景色もいいし、夜景がこうバーって広がってるような雰囲気がいいようなバーになってますね。っていうので自分は一つおすすめです。お、二つ目、青山のエリアにあるバー城がおすすめです。ここはすごい内装にこだわっていて、アンティークの照明だったりとか、椅子、机とかを取り揃えている、完全にコンセプトを重視しているようなバーです。ここはすごい暗いんで、最初のデートとかにはもしかしたら不向きかもしれないですけど、まあ、本当に仲良くなった彼女さんとか一緒に行くっていうのはすごいおすすめです。バー城はオールドボトルって今一般に販売されているボトルよりも以前に販売されたもの、まあ、製法だったり、まあ、アルコール度数だったり今とはちょっと違ったもので作るカクテルが美味しいですね。3つ目です。これもホテルバーなんですけど、ケアプラザホテルのバーブリアン。ここは新宿エリアですごい昔からあるホテルで、まあ、入るとクラシカルな内装になっていて、まあ、例えばカウンターの、まあ、うちで言うとここですね、ここがレンガ調になっていて鏡張りの、すごい重厚感のあるようなバーになってます。ホテルバーらしく天井がすごく高くて開放感もあって、ゆったりとした椅子にも座れるので、ここはぜひ一人で行っていただきたい。一人でカウンターに座ってバーテンダーの方とお話しして、でその雰囲気を一人で楽しんでいただきたいっていうバーです。覚えてろよ、マジで。なんで俺が飲んでるか分かんないし、遅刻した方が飲むんじゃないの。まあ確かに。いただきます。で4つ目、これも新宿エリアですね。ディーダリさん、バーコンポジションが去年オープンしたんですけど、ディーダリさんは今年オープンされた、まだ新しいバーです。もともとブランデュースさんっていうところの姉妹店としてオープンされたところなんですけども、内装的にはすごい入りやすくて、バーテンダーの方もすごいフランクに話してくれるようなバーで、
本当にバー行き慣れてない初心者の方でもすごいおすすめなところですね。でカクテル自体もラムが力を入れているところなので、自分が飲んですごい美味しかったなっていうのはホットバタードラムカウっていうカクテルですね。入りやすいっていうすごいフランクなところ、なんならメニューも出してくれるようなところ。バーって意外とメニューがないところとか多いんですよ。コンポジはめっちゃおしゃれなメニューがあります。誰が作ったんだっけ。ディーダリさんのメニューは全部手書きで書いてあって親しみやすいようなメニューになっていて、バーテンダーの方もすごい親身になって答えてくれるし、本当にフランクに何も気兼ねなく入れるようなバーです。いやもうずっと変わらずですよ。もう 80% ぐらい起こってますよ。 80% で75 90ぐらい、65 90 50%。乾杯。5個目、これも新宿エリアですね。リキッドルビーさんです。リキッドルビーさんはバーボンがすごいたくさん品揃えが多くて、バーテンダーの方もこだわりを持たれて、自分自身もたくさん勉強させていただいたバーですね。まあ、ウイスキーっていう大まかな枠組みがあるとしたら、世界五大ウイスキーって言われる一つのバーボン、アメリカンウイスキーの中のバーボン、アメリカン、カナディアン、ジャパニーズ、スコッチ、アイリッシュ。よく言われるのがテネシーだとジャック・ダニエル、まあ、もっと有名なのがメーカーズマークとか、一時期なんだっけ、あの人の名前が出てこない、なんだっけ、顔は出てきてんだよ、顔は出てきてんだよ、顔はね、顔は出てきてんだけどな。一時期いいともとかに出てたんだけど、ローラだ、ローラが CM やってた気がする。新宿三丁目と、あと歌舞伎町に夢酒っていう、夢に酒っていう夢酒さんはおつまみも美味しくて、日本上から下まで取り揃えてるようなところがおすすめかな。これ食べた白子の天ぷらかなと、辛口の日本酒とかもすごい美味しかったかな。あとは日本酒でっていうと、今あんのかな、花園神社の脇にある元っていう居酒屋さんがあるんだけど、スタンディングの日本酒バーみたいな、利き酒の方がカウンターの中に入ってつまみと一緒に日本酒をこう出してくれる。あとはケーブルプラザホテルに入っている天の川っていうところは、それこそウイスキーバーとかカクテルバーみたいにカウンターが横に伸びていって、そこの中に板前さんと利き酒師の方が入っていて、でつまみはこれが出ました、じゃあそれに対して日本酒は何にしますかっていう感じでこうやって紹介してくれたりとか、あとは、まあ、日本酒っていうのがやっぱりつまみありきなところっていうのもあるから、魚が美味しいところはやっぱりお酒も美味しいしっていうので、ねぶた祭りがやってた時期の青森はアラマサナンバー6っていう有名な、日本酒界でいうとすごい若手の杜氏さんがやってるアラマサっていうところのアラマサナンバー6っていう銘柄が、東京にはほとんど入ってこないすごいプレミアムな日本酒なんだけれども、それが青森のねぶた祭りだとちっちゃいカップに入っていてワンコインとかで飲めるお祭りのところがあって、それはすごい美味しかったかな。昼に飲んでベロベロになれる。あとは北海道の小樽に行くと、小樽の駅の中にある3時ぐらいからやっている居酒屋さんがすごい安くて、日本酒も多くて、白子とハイボールが150円200円とかっていう居酒屋さんがあったりとか、また東京に戻って歌舞伎に入ると、俺が好きなのはやっぱり文具商店っていうところ、まあ、日本酒の量は少ないんだけどつまみがすごい美味しくて、自分が一番好きなのがタコのさつま揚げ、永遠食える、あれはマジ永遠食って永遠酒飲める、最高だよね。
物によるかなっていうのが、例えば獺祭は多分皆さん知ってるんですけど、それの2割3分っていう米を磨きに磨きにかけて美味しいところだけ取ったっていう日本酒があるんですけど、それはもうほんとフルーティーすぎて、本当にフルーティーや白ワインを飲んでるような感じなので、そのままでも美味しいです。まあ、それこそ辛口で言うと、まあ、有名どころで新潟の八海山とかなってくると、食事の味濃いものとかね、魚の煮付けとかに合わせるようなのがいいかなっていうものもあります。あ、まあそれで言うと入り口として優しいのはやっぱり山口の獺祭、どこにでもあるし、まあ、ちょっとお値段が張るんですけど、獺祭をフルーティーですごい飲みやすいやつ。それよりもちょっと違うの飲みたいってなったら、福井県の花垣濁りはすごいおすすめです。花垣濁りがあるんですけど、それを人肌感、ちょっとぬるま湯みたいな感じにするのが自分の中でおすすめですね。日本酒飲みとけなったから日本酒持ってこいよ。ありがとう。ちょっとさ、ちゃんと考えよ。あの、なんで俺こんな酔っ払ってんの。フラフラだよ。なんで言ってんじゃん、さっきから。なんで俺こんな酔っ払ってんのって。もう130ぐらいや。乾杯ってさ、誰かとするから乾杯でしょ。画面の前の皆さんもこれ見て、なんか一緒に飲んでくれたらすげえ嬉しいっす。じゃあ乾杯。